じゃあもう一戦いっちゃうか。うん、もう一戦ぐらい。もう一回、うん、やる？いきますか。うん、そうですね。じゃあもう一回英語コールクイズいきましょう。はい。うん。いやー、でもまあとりあえず画伯がね分かってきたよね。待って。何？カルテッドさんってなんか表現力あるよね。でもすごい。ああね。言葉の選び方とかもね上手だもんね。でも目の描き方上手だもん。えすごい、もう少年誌めっちゃ見てる人の描き方だ。うん、え何これ口可愛いじゃん。え何？え？ちょっと待って、ちょっと待って、これめっちゃ難しい。どんなんだったっけ？こんなんじゃなかったっけな。おっぱいに見えたんだけど大丈夫かこれ。えなんかエイム良くない？エイムいいね。うん。FPS やってるからね。え？え何これ？何？何？何これ？なんだか全然わかんない。へえ。俺どう見ても真ん中のあれがあ胸に見えるんだけど、どうしたらいい？鼻の部分が。え、なんか持ってなかったっけ？これこんなんじゃなかったっけ？え、これ何？え、大きくついたかも。あ、は、ハゲ。鬼っぽい。鬼っぽい。ハゲじゃない。生ハゲ。あ、近い。あれ？地域は。え、地域？鬼地域が近い。鬼虫はちょっと待ってよ。鬼普通に白井ちゃんとか知ってる？知ってる、有名だと思うよこれ。赤鬼、生ハゲ。生ハゲじゃなかったらなんだろうな。あ、手がわかった。なんかこんなの勇気。あ、なんかね、もう書いてるのはそんな感じ。なんか、え、違う、なんか手書いたらおかしくなったな。あ、わかった。最強の妖怪、土蜘蛛。ちょっと待ってよ、もうなんか、ぽいのいる。わかんない。なんなの、そのリンゴは。あ、リンゴ合ってるよ、リンゴ。リンゴと何？ちょっと生ハゲじゃなかったらもう分かって。カルテットさんのこと分かりたい。焼きハゲとか揚げハゲとか分かんないって。何、どうしたい？茹でたらいい？茹でハゲ何ハゲをどうしたらいいんさ。何これは何なの？スタンド、あ、スタンドか。近いな。もう近い。それも近い。あーあー、もういつも答えでない。祭りね。祭りには行かないって。ねえ、俺の神輿みたいなやつ何だったっけど。これなんだっけ。あ、分かりたかった。ああ、なんかこれは。うん、俺リンゴってジレイちゃんがみんなが行った時行ったと思ったけどな。え、ねぶた祭りってリンゴなの？青森でしょ。あ、そっか。なんかこう、あ、そっか。こんなんで、とりあえずコマネチって言っちゃう。こんなの持って、ああー、もうこれあれじゃん。え、阿波踊りじゃないの？違うんだ。こっちにもなんか、うん、同じようにこんな、え、なんかこういうさ、お祭り系苦手なんだよね、時代ちゃん。こんなやって行くのが得意。上手だね。ほんで、で、どうだろうな。あ、分かった。めっちゃイージーじゃん。この真ん中の人はこんな。東の。え、何これ。あ、えこれ知ってる？こんなこれしながら、え、俺知ってるこれ。いや、カルテさん、二次会でこれはまずい。三次会ぐらい。二次会では早い。まだ早い。二次会は早い。じゃあ、なんだろうな。確かにアキラ 100% もこんな感じ。アキラ 100% と失敗したバージョンじゃないの俺。なんかね、で、うん、
え、俺なんかアキラ 100% は、まあ、そうだけど ねえ何なのね盆踊りじゃないの。ちゃ答えてねえじゃん盆踊り。なんかね盆踊り、まあ、ねえ何こういうところで、うん、え、てかさ知ってる地雷ちゃんそれ、うん、なんだ多分見たことあるけど単語出てこないんだろうな。おなんかこうね、分かった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 、うん、あああそういうことじゃないのね。何の反応もないじゃん。肉寿司って何ちょっとなんか こんな服着ながら、何あああもうああもううんわかんない。何なの表現か。あー確かに、もう先に着物とか書けばよかった。うん、おうああこれは簡単だよ。ボズ何何何何ちょっとなんかジラジラ喋んないから真剣に書いてるこれ、うん、かなりかなりね本気だと思うわ今回は。すごいよこれは。でもね全然わかんねえ。なんだろうこれ。あっ、あ顔ができた、あ顔ができた、あ三人目、これこれもうこれアシュラマンじゃん。アシュラマンって何。アシュラマン、あそれあのそれガンツでしょ。アシュラアシュラおふざけんな。アシュラマンアシュラマンって何。アシュラ星人でしょそれ。アシュラ筋肉マンでいなかったっけ。アシュラマンアシュラマン、あこれ筋肉マンね。まあ、ヒント与えちゃったよこれ。なんだ知らん。えなんだろうな。ね多分だけど多分で書き出すのやめて。何これ。ああなんだろう。あ分かった分かった分かった。すごーい素晴らしい。カルテットさん0点なんだけど。あれカルテッチあれカルテッチカルテッチ下手かな。これ絶対あれなんだよな。魚、いや魚でもすごいね、マスケットってよく出たね。ね、スナイパーとかそういうのが出るかと思ったわ。確かにちょっと下手くそな銃だったから余計に伝わったのかもね。いやでもスナイパーだったらなんかねあの、うん、もっとかっこいいもんね銃はね。うん、なんか火縄銃系だったから。あそう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 。何これ変化するんだ。うん、あ分かった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 。三発。え違うじゃん。あ分かった。あ分かった分かった。異様ミス。違う。悪意あるよね。えどうした？何なんか。なんか枯れて。あ。え。あら。荷物？うん。えいいよ行ってきて。えどう何これ。これ何が起きたのこの人。あ老化じゃないんだ。整形ミス、ムス整形ミス違う。魚がこれめっちゃ難しいな。魚が何それ。いや元の形が分かんないんだよな俺。あどんなんだっけな。グッピー。
え、さっきの絵と魚と何が関係するの？考えろ。考えるじゃん。ちょっと待てよ。なんだ。はい。リボン。リボンからの。うん。からの？何？あ、あ。アンパンマン。アンパンマン。これやばい。俺めっちゃ下手。めっちゃ下手これ。はい。ガスマスク。ね、ガスマスクっぽかった今。アンパンマンじゃないの？何？うん。あ、わかった。カメルンヌ。違う。何？何のアンパンマンのキャラ？カレイ。え？え？いや、カレーと、いや俺カレイの形わかんなかったからカレーで表現しようとしたので、人が老けるので、あーそう、あそれはあーそっちか。え、これわかんな、どう、え、わかんな。大丈夫、任せて、地雷ちゃんがわかるから、それ。え、ちょっと待ってね、なんか、うん、こういうのに、え、これさ、うん、え、しりこさん四角描くの上手くない？図形めっちゃ褒めるやん。え、な、これ、どう表現すんだこれ。なんか信じて。あ、わかったわかった、これでしょ、絶対これだ、こういうのから。あー一緒だね。感性が近い。俺なんか違うかも、違うかもの絵描かないで。視力検査ではないんじゃない。なんかさ、こういう、こういう風に、うん、なんかなんていうのかな、こういう感じだと思うんだよね、うん、俺なんかね、ちょっと俺の捉えてる味が違うかもしらんけど、なんかこんなイメージ、うん、うん、あ、分かった、こういう。あの G か。なんか自信あった、自信あったかね。あのなんで、なんだろうな、こういう風にね。え、それどうやって変えるの？ちょっと表示設定のところで変えれるよ。ピンクにしよう。こういう感じだと思うんだよな。分かったわ。つまらないビンゴ。なんかこんなんだと思うんだけど違うのかな、分かんないよ、分かんないよ、うん、なんかこんなんなんだよ、分かんない、すごめん、全然違うのかもしれない、なんだろう、すいこさん、何これ何？スクリーントーンっていう言葉をまず知らないんだけど、漫画とかに使うやつよね。ああ、そう、なんかこうね、トーンを貼っといてみたいな。え？あ、え？なんかジライちゃん、あの運動帽、体育帽か、体育帽違うか、え、泥棒、え、これは、黒ひげ、
黒ひげ、月一発。え、黒ひげ危機一発？めっちゃ惜しい。なんだっけこれ。これ？わかった。あー、すごい。すごい。やられたー。いや、だからやっぱジラちゃんが一番絵上手いんじゃないの？違う違う。まあ、関節班がね、さっきから一番下だっていうのは分かったよね。マジで納得いかない。ガチで納得いかない。一番絵が下手なのはカルテットさんでしたということでね。いや、もう一回お絵描き心理テストやろうぜ。お絵描き心理テスト。今回ね、まあ、決定したということで、うん、はい。はい、ね。じゃあ今回はね、はい、ここまでで。また次回の動画を見てください。バイバイ。バイバイ。バイバイ。